にちは、口笛奏法の垂直吹き、もう一つの吹き方で、単にもう口笛の吹いてる口をそのままこの口にと乗せてください。こうそれも中心あたりに下唇がトンと落ち込むようにして、あとは顎のくぼみのここに顎あたりの後ろのこれをね、このあたりをふいっとこう下げ押し付け、下げ押し付けね、こう下げ押し付けで、針は振りませんね。針はじっとおります。で、普通の、まあ、口笛の口をそのまま当てて、まあ、中心ぐらいのところにこう下唇を乗せ込んで、顎のあたりをふいっと下げ込むね。で、それで、丸く細く口笛のところをストローよりもっと小さい穴をくっと開けて、丸く開けてスイッと吹き込む。で、高くキッと上がるときは、上向いて吹くような感じね、まあ、感じとして上向いて吹くような感じをグッとこう押し付けてくださいね。歌口をグッとこう唇の方に押し付けて、中の口の吹く具合は上向いて吹く、もうこの上の腹をグッとこう吹きつけるような感じね、吹き上がるような感じで吹いてください。グッと押し付けてね、そしたら高い音が出ます。で、今日は口笛を吹くがごとくの口笛の垂直奏法のもう一つの吹き方をお知らせしました。よろしくお願いいたします。